皆さんこんにちは、登場でございます。今日はただの雑談会です。世の中はクリスマスらしいっすよ。今日皆さんぼっちしてますか？クリスマスに何をするかといったら、やっぱそうですね、勉強ですね。で、私たちの恋人は何かといったら、そうですね、書籍ですね。で、ぼっちの皆さん大丈夫です、問題ないです。そもそもクリスマスなんざただの宗教行事なので、キリスト教以外の人たちにとっては関係ないんですよ。で、私みたいな無宗教の人間にとってはクリスマスとか特に関係ないです。あの、チキンが食えるぐらいですかね、メリットとしては。それに今日を乗り越えてしまえばすぐ正月なので、すぐ幸せがやってくるんですよ。雑煮が食えるし、餅が食えるし、あとぜんざい食えますね。だから大丈夫、問題ない。それにしても今年もいろんなことがありましたね。私は投資家として独立したり、事務所を持ったり、あとは YouTuber になったり。で、昨日ですかね、24日に登録者が500名超えました。ありがとうございます。そして7キロ太りました。大丈夫です、問題ないです。まあ、あとご報告として、11月の末ぐらいに出した動画で、あの、書籍を寄付しますって言ってたんですけど、実行しまして、今年も書籍を寄付させていただきました。今年は複数の施設に送ったので、無事届いたというメールが昨日ぐらいに届いたんで、まあ良かったかなと思います。また来年も頑張ろうと思っております。で、来年の YouTuber としての目標は、まずは登録者1000人を目指します。今500人ちょうどぐらいなので、あと500人増えたらいいなと思っています。で、1000人に到達したらライブ配信に挑戦してみようとちょっと思っています。楽しいか分かんないですけどね。まあ、何はともあれ、皆さんメリークリスマス。この動画がためになるとは思えませんけども、ためになったらいいね、コメント、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。ありがとうございました。